デザインスキルや写真、絵を描くことなどで起用する方法っていう質問をいただいております。はい。私には2年ほど発信を続けてきたジャンルがあるのですが、浅木さんが今までのライブの中でおっしゃっていたように、2年経ったことでそのジャンルにかける情熱のようなものが感じにくくなってきたことに気がつきました。ぶっちゃけ手放したいんだと思います。次は何やろうと考えて自分の原点に帰ってみると、絵を描くこと、デザインができる、写真がまあまあうまい、この3つが出てきました。本業の仕事が終わった後でもいくらでも熱中できるくらい好きなことです。でもデザインスキルや絵を描くことを活かした副業や起業ってどうやればいいのかさっぱり思いつきません。できれば稼ぎたいです。どうやって軌道に乗せていけばいいのでしょうか。また浅木さんの場合にはデザインスキルを生かしたり、絵を描くことで起業副業をされている方っていますか。私の周りは一切そういう方がおらず、自分で考えるのは限界でしたので、ぜひ参考にしたく教えていただけると嬉しいです、という質問をいただいております。はい。中小。家事育児やりたくなさすぎて、やらないための大義名分を手に入れるために起業したいって思ってたけど、先に向き合うべきは夫に、家事育児嫌いですって告白することだった。そっからはスルスル。いや、マジでそれなんだよね、本当に。アパートなし部会計士の稼ごうとすると、だんだんバカにしがち。あるあるある。 あるね。これあるね。それで、このね、デザインスキルや写真を描くことなどで起業する方法って書いてあるんですけど、なんかもうこれはシンプルに、まずはそのまま、デザイナーとして、もしくは写真家として、もしくはアーティストとして起業すればいいんじゃないかと思うんですけど、要は自分の作品に金額をつければ、それで、写真撮影します、今撮った写真はこんな感じです、1時間撮影プラン例えば5万円ですって価格をつけて、いきなりサービスを始めるとか、今まで買いたいはこれです、この1枚10万円ですって売るとか、あとはデザインもね、今まで自分こんなデザイン作ってきました、これ1個例えばバナー1万円ですとか、そんな感じで、販売するっていうのが、まあ一番簡単だよね。なんか逆に、これ以外っていうか、これって一番当たり前の普通に真っ先に思いつくことだと思うんだけど、これがさっぱり思いつかないっていうのは何を求めているんだろうなっていうには、私は思ったんですけど、デザイン系の需要は超あると思うな。本当に素晴らしいさ。いや、本当そうだよね。すぐ稼げそうだよね。その今自分が持っている能力を、ただただ、これでいくらですって金額をつけて、自分の周りとかに、じゃあ私最近デザイン仕事始めて、こんぐらいのものでいくらなんだけど、ちょっとさ、作ってほしいもないって 聞くだけでゴールなんじゃないかと思うんだけど、これ、結構この方はさ、今まで2年ほど発信を続けてきたジャンルがあるって、書いてて、2年経ったことで情熱が感じなくなってきましたって書いてるってことは、なんかその、起業している友人とかが多いんじゃないかと思うので、そういう人、大半の人はもうさ、デザインにね、課題というか、私は絶対自分でやるの無理だから、全部人に、デザイナーさんにお願いしてるし、お金を払ってもちろんだけど、ねえ、なんでだろうね。何が引っかかるんだろう。外に出してないだけでは。あれかな？自分好きだけど、こんなもんでお金はもらえないって思ってるんでしょうかね。それは本当に勘違いだよね。つうか、払うのは自分じゃないからさ。他人だから。だからその自分でこれに価値ある価値ないっていくらやってても、そんなのわかるわけなくて、人に見せてみて、いや、これだったらいくらぐらいだと思うって聞いてみるとか、いや、これいくらなんだけど買う買わないどっち？で、あまりにも何人に聞いても誰も買わなかったら、なるほど、この金額でこのクオリティだとダメなんだ。じゃあもうちょっとクオリティ上げるかと、もうちょっと単価下げるかとか、そうやって工夫する余地は出てくるけど、とりあえずいろんな人にこれいくらですっていうことを、まあ、伝えてみないと何も始まらないんだよね。魅力覚醒講座入るべし。私なんてって思っちゃうのかね。そうなのかね。ね、デザインする人なんてめっちゃ尊敬するよね、自分。友達に言えない感じなの？あ、そっちなのかね。もしかしたらそうなのかもね。人を信じる課題なのかもしれないな。売りつけるなんて、みたいな感じなのかな。絶対に自分じゃデザイン系は無理。本当に素晴らしい才能だよ。羨ましすぎる。ねえ。ねえ。そうそう、価値をね、決めるの、本当に相手だから、人からお金もらうのね、確かに最初はこう、この人もらって、2年間発信続けてるってことは、お金はもらえてるんじゃないかと思うんですけどね、どうなんですかね、そういう人が魅力覚醒講座。
売れないのが怖いのかな。うん。でも本当に出してみないとね、始まんないよね。本当。まず出してみるって大事。うん。まずは人に見せてみるっていう。これは怖いかもしれないけど、とりあえずやってみることだよね。あとはなんかまあ、別のあの悩みで、それってすごい、ライスワークというか、手を動かしたらその分だけお金がもらえる感じで、それで例えば300万とか稼ぐのって難しくないですかって聞かれたら、いや、確かに、写真撮影、なんかプロフィール写真撮りますとか、あなたのイラスト描きますとか、あなたのバナーとかデザインしますとかをひたすらやって300万とか稼ぐのは、まあ、結構難しいよねっていうのは確かにあるの。でも、うん、いきなりそっちって多分いけなくて、それこそこういうね、コンサルみたいなやつ、私も今、長期講座ではさ、30万ぐらいいただいてるけど、でも最初は、例えば1人1万5千円で話を聞くっていうとこから始まって、それを積み重ねていって、だん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 少しずつ少しずつその自分の労働割合を減らしていったっていう感じだから、まあ最終的にはね、なんか、コンテンツ化して、例えばデザインの作り方、写真教室とか、アーティストを育てる育成のとかもできるだろうし、あとはもう自分は結構仕事を取ってきたり、ディレクションこういうふうなの作ってとかふうに口で言うだけで実際に手を動かすのは自分の、まあ、スタッフたちとかいうような形にしていくことはできるとは思うんだけど、最初からそっちを目指すのは結構、まあ、経営スキルというか、うん、そっちに才能があるんだったらいいけど、自分が本当にやりたい派あったら、まずは自分の手を動かした方が楽しいし、やりやすい、スムーズなんじゃないかなと思う。そうそう。売る買うが当たり前の環境はね、うん、大事だよね。うん、売りつけられたとか なるのはね、うん、ちょっと、うん、まあお金もらっていいっていう不安はわかるかもしれないけど、もう、なんか、なんつうの、有料が当たり前、売り買いがあるのは当たり前っていう環境に入るっていうのはすごい大事で、私本当に人に自分のものを売るときに、みんなすごい人を見て、その人と自分を比べて、あの人はこんなにすごいから10万円もらうけど、私はあの人の10分の1ぐらい、もっとすごくないから1万円でも高いかもみたいに思っちゃう人がいるんだけど、まあ、自分よりすごい人と、特に価格で競争してもマジで意味がなくて、価格競争をもしどうしてもしたいんだったら、もう全然私ね、本来価格競争ってする必要なくて、自分がもらいたい金額をそのままつければいいと思ったわけ。で、出してみて、人に高すぎて誰も買ってくれなかったら、もうちょっと下げたりしてもいいかもしれないけど、でもそれよりは、その価格、欲しい、ね、値段っていうのはキープして、どうしたらこの価格になるだろうっていう感じで考えて付加価値をつけたり、ブランディング頑張るとか、そういうふうにやってって、このお金をもらえるようにっていうのを目指した方がいいと思うね。でも、どうしてもなんかその人の価格とかを見たいんであれば、自分よりすごい人を見るんじゃなくて、自分よりしょぼいのに結構高額をもらってる人を調べて、そういう人が世の中にいないか調べて、で、わ、この人こんなしょぼいのに3万円ももらってて、しかもお客さん来てる。それだったら私は3万円なんて余裕でもらっていいわよねっていう方法。だから上を見るな、下を見ろっていうのも、まあ、一個考え方としてあるかなというふうに思いますよ。うんうんうん。そう。もっとしょぼい人を見るっていうことですよ。自分メルカリ。そうそうそう。自分のスキルをメルカリに自分のね、いらなくなった服をメルカリに出すような気持ちで、自分のスキルも気軽にメルカリしちゃうっていう感覚でいたらいいんだよね、本当に。うんうんうん。そう、16K いらっしゃいます。ウケる。うん。そうそう、徐々にだよね、本当に徐々に。うんうんうん。そう、佐藤柏とくら、デザイナーね。うん。佐藤柏と比べちゃいけない、本当に。うん。本当、うわ、こんなダサいイラストでお金稼いでこの人っていう人とね、比べるのが大事。本当に。うんうんうん。そう、自分よりしょぼいのに高額を出してる人を探すっていうことですね。うん。下を見る俺がいるよ、本当に。うんうん。そう、そんな感じですかね。はい。